本日は地域とつながる秘密キッチンにご参加いただきありがとうございます。私は本日の進行を務めさせていただきます、札幌大通大学代表理事で学長の猪熊理恵です。どうぞよろしくお願いします。 NPO 法人札幌大通大学は障害学習の取り組みをやっておりまして、今後はですね、次世代の活動のサポートをしていきたいと考えています。今回は近年注目を集める関係人口への興味をより多くの方に持っていただき、地域とつながるきっかけとなるよう開催させていただきました。移住による定住人口でもなく、観光による交流人口でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉が関係人口になります。地域への関わり方は多種多様であり、今回のイベントを通じて参加者の皆様にもぜひローカルの素敵なライフスタイルや関わり方を改めて感じていただき、ぜひ道内地域の関係人口になっていただければと思っています。また秘密キッチンと名付けさせていただいたのは、広い北海道の地域に目を向けると都市部に住んでいるとわからない素敵な関わり方や暮らし方をしている人たちがたくさんいて、そこにはいろいろなヒントがあります。そんな美味しい地域との関わり方のレシピを皆さんとシェアする素敵な時間、新しい何かが生まれる場所になってほしいとの思いから名付けさせていただきました、はい、そんなヒントを見つけていただけるように、ライフスタイルの食、観光、ものづくり、地域情報発信、森林、アウトドアなど様々な分野で活躍する人たちにゲストスピーカーとして登場していただくオンラインイベントをシリーズで開催しております。今回はその5回目となります。今回のテーマや申し込み方法は秘密キッチン特設ウェブサイトよりご覧ください。今日は音更町出身で美唄市在住、北海道若手女性農業者集団リンクス代表の内山香奈さんです。農業を中心とした様々な活動について伺っていきたいと思います。なお、内山さんのお話の最後には皆さんの質問に回答する時間も設けています。質問のある方はトークの間にチャットから質問をお願いします。今ですね、皆さんの画面に映しております。こちらのチャットというボタンを押していただき、質問を自由に送信していただければと思います。質問の内容については他の参加者の方には見えませんので、積極的に質問をしていただければと思います。なお、質問は16時40分頃まで受け付けさせていただきます。またこのイベントを通じて参加者の皆さんの顔やお名前は画面に表示されることはありません、はい、それでは改めて本日のゲストスピーカーを紹介しましょう。北海道若手女性農業者集団リンクス代表の内山香奈さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、だんだんと夕方になってきましたが、はい、今はどちらですか、どちらからですか、はい、今はですね、美唄駅の前にある美唄市の、市役所さんのサテライトオフィスをお借りして今日はつながりています。っていうのはうち光インターネット光が通ってなくて田舎すぎて、うん、なので、ちょっとつなげられないなということで、あの美唄さんのご好意でお借りしました。はい、はい、結構こちらは使われるんですか、内山さん。あ、いえ、今日は初めてお借りしてます。いいですね、はい、なんかそうやって、はい、こうオンラインでつながってるのもすごくいいなと思います、うん、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それではご自身のことや仕事の内容などぜひですね、簡単にご紹介いただければと思います。はい、じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、アスパラ畑が見えていますでしょうか。見えてます。はい、私は北海道の美唄市で、アスパラガス農家の内山農園というところの3代目の、嫁をしています。で、美唄市は人口2万人ぐらいの市なんですけれども、昔炭鉱で栄えた町なんですね。なんでちょっと過疎は進んでるんですけれども、今はあの農業が基幹産業である町です。で、これアルテピアッツァ美唄という美術公園なんですけれども、こういったところのあるすごくあの自然豊かな町です。で、私の出身は十勝地方の帯広市の隣の音更町というところです。父が転勤族だったので、その後北海道内をいろいろ転勤して歩いています。
で大学は札幌で、そこで出会った夫と25歳の時に結婚しました。で当時は会社員で農家を継ぐ予定がなかった夫が、30歳ぐらいになってやはり後を継ぐと言い出しまして、でそこの決意についてきて今に至っています。でビバイに来てから出産しまして、小学校6年生の娘と4年生の息子がおります。2011年にリンクスという名前の農業女性のグループを立ち上げまして、現在そこの事務局をしています。リンクスは農業を生業とする女性だけのグループになってまして、全土各地にメンバーがいらっしゃいます。そんな感じです。はい、ありがとうございます。本当にさまざまな活動をされていますし、なんか内山さん自身にすごく興味があるんですけど、今日改めて今日のテーマは農と食を通じて人と人をつなぐとさせていただきました。それではお話を進めていきたいと思うんですけれども、その前にズームで参加されている皆さんがどちらから参加されているかをちょっとしていきたいなと思うので、画面下の投票ボタンで札幌、札幌以外の道内、道外とありますので、ぜひとも押してみてください。いかがでしょうか。はい、今内山さんをね知っていて参加されている方もいれば、北海道のことを知りたいという方もいると思います。ということで結果が出ました。お、札幌がダントツに多いですけれども、札幌以外の道内の方もいらっしゃいますし、道外の方もいらっしゃいますね。どんなお話が聞けるのか皆さん楽しみですね。はい、ではもう一つ聞いてみましょうか。内山さんのお話はこれからですが、今の段階で農業と関わってみたい、興味があるという方は、はい、今のところまだわからないという方はいいえをお願いします。もうすでに農業と関わっている方もいらっしゃると思いますので、その方ははいかなと思います。いかがでしょうかね。はい、はいの方もいますし、いいえの方もいますね。どんなところに興味を持っていただけるのか、内山さんちょっと楽しみですね、お話。はい、ではお話を伺っていきたいと思いますので、あとはですね、皆さん質問もぜひとも16時40分まで取ってますので、気になることがあればぜひとも聞いてみてください。では早速なんですが、内山さん、はい、現在の仕事内容や活動内容をぜひ教えていただきたいんですけれども。はいはい、はい、スライド見えますかね。はい、見えてますよ。はい、これがですね、うちのアスパラ畑の一部です。で今これはアスパラを収穫しているところで、一本一本釜を使って収穫するんですけれども、はい、そこのカゴの中に収穫したアスパラを入れて運んでいる状態です。こう運転されてる方もいますけど、はいはい、これは自動的にというか、運転されてる方がカゴを移動させてるんですね。運転しながら、撮ってる人のスピードを見ながらこう、ほう、ている感じ。なるほど。はい、うん、で私はですね、収納するんですね、はい、先ほどお話ししましたように、結婚当時は私も夫も会社員 で農家を継ぐつもりが全くなかった夫が、急に収納を決意しまして、私はそれについてきたという形なんですね。で当時子供もいなくて、で札幌で仕事をしてたので、そのままビバイから札幌まで通って仕事を続けようと思ってたんですよね。で夫が農家に転職するだけで、さほど自分には影響ないかなって思ってました。で実は札幌市っていうとか、ビバイ市っていうところは、札幌市から通勤圏内で、ビバイの駅から札幌駅までだと特急で35分くらいで着いちゃうんですね、うんうん、はい、なので、車があれば問題ないかなと思ってました。そもそも、内山さん何のお仕事をされてたんですか。どういう関係の仕事、出版社にいたり広告関係の仕事をしてたり、うん、いろいろ仕事してました、うんうん、なるほどです、はいはい、そして次の写真が冬ですね、はいはい、これは冬の写真です、うん、今雪、さっきの畑と同じところを冬に撮った写真なんですけれども、うん、すごく綺麗に写ってますね、このラインがまた印象的ですね、はい、アスパラの畝のところがこう引っ込んで映るんですよね、はい、結構冬の景色を見ても農家さんってこれは、うん、この畝はこの野菜だって分かったりもするんですか。分かると思う。そうなんだ、すごい。なるほど、アスパラはちょっと特別分かりやすい、うんうん、はい、そうなんですね、うん、そして収納するにあたっての葛藤は
いきなりね、だって旦那さんが農家継ぐって言ってなくて結婚したんですよね。嘘つきって感じなんですけれどもで若い頃から私婦人科の病気持ってたんで、うん、出産とか子育てとかっていうことはちょっと無縁の人生を送ると思ってたんですね、うん、でなのに収納を決めた後に妊娠が分かってしまってで、子育てしながら札幌に通勤することは現実的じゃないし農業に特に興味ないし、うん、農業をやりたいって気持ちも特になかったんで、うん、いや一体どうしたらいいのかってすごい悩みました。いきなり住む場所も違うし、うん、仕事も変わるし、うん、さらに子供もいないところで子育てかってなるとちょっとパニックになりそうな状態でしたね、まあ、子供を授かったことはすごく嬉しかったんですけど、うん、環境が急激に変化しすぎてちょっとなかなか思うように馴染めない感じではありました、うん、はい、これが家族の写真です。皆さんいい笑顔でちょっと2年ぐらい前なんですけどこの看板っていうのはもう初代からあるんですか。アスパラを作り出したのが父の、うん、2代目の父からなので。そうなんですね、はい、父の時からですね、うん、はい、はい、そっか、なるほどです。でそこから2008年頃からでしたっけ、その農業に携わってるのは。そうですね、8年ですね、はい、うん、でリンクスは何ですか。11年ですね、うん、じゃあ、はい、約3年ぐらいのそこにはラグが、タイムラグがあるんですけど、はいはい、その間とリンクスを立ち上げるきっかけまでっていうのをぜひ教えてください。はい、わかりました。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、リンクスですね、最初はそう子育てを中心にやってまして、で子育てしてる間にいや私どうやって農家の仕事やっていくんだろうなみたいなところがあったんですけれども、農業女性の立場ってそこそこの家とか地域で全然違ってはくるんですけど、一般的に意外と非常に弱くてですね、で立場も低いんですよね。で最近は全国で活躍されている農業女性の方がすごく増えてきて、でクローズアップされたりはするんですけれども、就農当時十何年前はちょっとカルチャーショックというぐらい農業女性の立場が低くて驚きました。でもそんな中で、新聞を読んでいると近隣の深川市というところの農業女性が市民向けの料理教室を開催するということを知りまして、ちょっといても立ってもいられずに私はすぐ申し込んで会いに行きました。っていうのは女性農業者でもこんなことをやっていいんだっていう驚きがすごくあって、まあ、目から鱗だった上にさらにこう勇気をもらうことができたんですね。で私たちのようにいろんな地域で農業に向き合って、でもっと向上したい、もっと同じような思いの仲間が欲しいって思ってる人がきっといるはずだし、その人たちとつながりたいっていう思いからリンクスを、その深川のことを立ち上げることになりました。じゃあその深川の方の記事っていうのは結構大きかったんですか、新聞の中で。すっごいちっちゃいお知らせの記事だったので、ちょっと興味がなければ全然見逃しちゃうような感じの記事ではありました。うん、はい、その時初めてお会いした時っていうのは興奮してるような、すごい興奮してもうバッと言って、うん、友達になってくださいとか分かんないことを口走ってしまうくらいすごく嬉しかったですね。うんうん、じゃあご自分のそのビバイの中ではなかなか同世代同性の相談する方というのはなかなか見つかりにくかった。そうですね、なかなかちょっと出会うことが、はい、できなかったので、うんうん、はい、ちょっと話が前後しちゃうんですけど、はい、ね、お母さんになるって子育てもあって農業もやるっていうことだと思うんですけど、うん、はい、ちょっとスライドさっきパーッと見せていただいて、ちょっと戻っていただいて、はい、あ、そう、ね、素敵な横顔も、じゃあ、あ、はい、選別とかね、はい、内山さん自身も農業の仕事っていうのはしてるんですか。はい、今はしてます。子育て、まあ、子供が保育園に入ってからなんですけれども、うんうん、私も仕事を手伝うようになって、で私の仕事は、ホームページの管理ですとかインターネットのサイトの管理、あとはインターネット通販をやっているのでそのサイトを作って、うん、そこの管理とその事務作業、あとは私ヘルニアを持ってて、農家の嫁なのにヘルニア持ちってちょっと致命的に役に立たないんですけれども、うん、はい、なので、アスパラを収穫することはできないんですね、うん、なので、取ってきたアスパラを選別して、で箱に詰めて発送するという作業を、はい、主にやっています。でここでこうアスパラ見えますかね、選別の機械で選別をして、はい、でこう箱にきれいに詰めていくっていうことをやってます。はい、この選別機も 1,2,3,4,5 ってついてますけど、はいはい、1が一番太くて、そうです、5が一番細いと、はい、LLMS みたいな感じで、
落ちていってくれる素晴らしい機械です。やっぱりそうやって野菜にもサイズがあるんだとか、うんうん、なんかこんなにアスパラって意外と秋まで取れるんだとか、そういうのは本当に嫁がれてから知ったっていうことなんですか？そうです、もう全然知らなくて、アスパラが生えてるとこなんかやっぱり見たことがなかったので、そんなね、うんうん、地面からこうにょぎっと生えてくるなんて知らなくて、うんうんうん、ちょっとびっくりすることもたくさんでした。本当夏まで取れて、9月までアスパラって実は取れるんですけど、うんうん、アスパラって5月だけだと思ってたみたいなところがあったり、春の野菜のイメージはね、はい、ありますもんね。じゃあ種がどういったものであるとか、いつこう、はい、苗を植えるとか、そういったことも本当にこう、うんうん、携わってから知るってことですよね。そうです、もう何もかも分かんなかったので、うん、食べ方ぐらいもね分かってましたけど、食べ方もでもね、あの焼いて食べるくらいで、アスパラベーコンぐらいしかなかったので、うんうんうん、母にいろいろ教えてもらったり、自分でこうレシピをアレンジしたりして研究するようになりました。うん、じゃあリンクスを立ち上げてからっていうのは、うん、やっぱり知りたいみたいな気持ちっていうのは強くなっていた時期だったってことですかね。そうですね、全然そうですね、自分の知らないところに入っていったので、うんうん、これから自分が何ができるだろうってこともそうだし、農業の仕事ってどういうことができうるんだろうみたいなことも考えました。うん、じゃあやっぱり勉強であったりとか、うんうん、なんか学びたいっていう人たちが割と集まってきてる感じなんですか？そうですね、じゃあちょっとリンクスについて、はい、よいしょ、はい、これがメンバーの一部なんですけれども、これはみんなで勉強会の時に集まった時の写真です、うん、はい、みんなお綺麗です、はい、はい、お綺麗な方が多いです。で10年前に作ったので、ちょうど今年結成から10年になるんですけれども、まあ、10年前は私も参加メンバーも20代30代の、まあ、若手だったんですけれども、なので若手女性農業者っていう名前でついてるんですが、もう最近みんな年を取ってしまいまして、30代40代の中堅のメンバーで、もうほぼ経営者になっている人たちですね。で、長沼とか岩見沢のある空知地方のメンバーが多いんですが、帯広のある十勝ですとか富良野とか、あとニセコの方の京極町とか、あと網走遠軽余市、ここ結構全道各地にメンバーがいます。うん、はい、今までって、はい、集まることもあったんですか？こうね、今写真がありますけど、うんうん、はい、今までは、みんなで勉強会をよくしていました。最初は、ね、交流をするだけ の会だったんですけれども、うんうん、だんだんこうみんなでもっと学びたいんです。先ほど申し上げましたけど、女性の立場がちょっと弱くて、なかなか自分までに情報をもらえなかったり、うんうん、女性農業者が参加できる勉強会がすごい少なかったんですよね。うんうん、だけどやっぱ自分も一人の農業者として学びたいっていう要望がありまして、で勉強会をいろいろ開催しながら活動をするようになりました。基本的には冬の期間にやっているんですよね。この寒気になる冬に、年に 2,3 回集まってみんなで勉強しています。うんうん、なるほどです、はい、なんかそういった、うん、その勉強のテーマっていうのはどうやって決めてるんですか？まあ、メンバーで、話し合うんですけれども、うん、やっぱ普段から遠くに住んでるので全然会えないんで、話し合いもなかなかできないんですよね。うんうん、なので、SNS を使ってみんなグループ化をしていて、でそこで今回ちょっと何月何日に勉強会するけれども、来れる人誰、うん、何聞きたいみたいなことを話し合って、で講師の方を選ぶときも、あ、私この人知ってるからこの人に連絡できるよみたいな感じで、みんなで協力しながら勉強会も開いてます。うんうん、なんか勉強会のもしスライドも見せていただければと思うんですが、はい、これでね、勉強会で、勉強会でやっぱ子育て中のお母さんもいっぱいいるので、うんうんうん、子供一緒に連れてきて勉強会に参加したりっていうこともできますね。うんうん、で、まあ、土壌のこととか本当に農業に密着するようなこともそうですし、ちょっとブランディングの勉強とか、うん、SDGs とか、うんうん、いろんなことも勉強しています。あとこれはオリーブオイルに詳しい方から、オリーブオイルソムリエの方から、オリーブオイルと野菜の組み合わせを学ぶという、ちょっと実践的な勉強をしたりもしています。うんうん、はい、やっぱりこうなんだろうな、土壌のこととかっていうのはちょっと男性的というか、うん、やっぱり現場に出てるような人たちのイメージがあるんですけども、 そうですね、それは性別関係なしにやっぱり女性の方も知っていこうっていう
気持ちからっていうことですかね、うん、そうですね。その肥料を、まあ、施肥設計とかっていう名前で言うんですけど、どういう肥料をどこにどれぐらい入れようみたいなのも、まあ、土壌をちゃんと知ってから計算をして入れなきゃいけないんですよね、うんうんうん、でそれはその男性だけじゃなくて女性でももちろんできることですし、やっぱりやっていきたい、自分でやりたいという方が多かったので、その勉強会を開きました、うんうん、はい、あとあれですね、はい、野菜のイメージって、うんうん、なんていうんですか、この土地に1年目この野菜を作ったら2年目変えるとか、うんまあ、そのままにするとか、そういうなんか設計みたいなのも、うんうんうん、みんなで考え、みんなで考えるというかケースを考えたりということもあるんですか。あ、それは多分どこに、うん、次の時にどこのどこに何を売るかみたいなところから逆算して、なるほど、うん、考えて、もうちょっと経営的なところになってくるかなと思いますね。それはもちろん見ちゃってます。うんうん、なるほどです、うん、でもそういう、じゃあどこに販売経路があるよとか、うんうん、こういうふうなところに出店してみたらみたいな情報共有も SNS だったりも使いながら、はい、情報共有もしてますし、例えば、販売先を紹介したりとか、どうやって営業してるのとか、営業するときにどういう話をしてるのみたいな細かい話も結構できますね。うん、はい、やっぱり名前の由来の リンクスっていうだけあって、はい、つながりを持ちながら情報交換もして切磋琢磨してるっていう感覚ですかね、うんうん、はい、そうですね。お嫁さんもちろんなんですけど、新規就農の方とか、うんうん、農業法人の従業員の子とか、あと後継者、女性の後継者の方もいるの でさらに米をやってる人も、畑作の人も、野菜の人も、あと酪農家までいるので、すごくいろんな方面の情報交換ができていると思います。うん、あとはこう実際に皆さんが外に出て行って活動するってことも、うん、っていうのはあるんですか。はい、はい、これはちょっとズームで交流会をした写真なんですけれども、うん、マルシェを結構やらせてもらってます、うん、まあ、札幌市が中心なんですけれども、軽トラックが最近ちょっと前に新しくなって、いろんな色の軽トラックができているんですが、ご存知でしょうかね、うん、あまり農村にいないと見えないかもしれないんですけど、青とか白だけじゃないってことですね。 ないです。ピンクとかオレンジとか青とか水色とか、今すごいいろんな軽トラックがあるんですよね。でその軽トラックを、ちなみに、はい、内山家は何色なんですか。内山家オレンジ買いました。そうなんですか。あそこの畑にすごい映えるんですよ、オレンジの軽トラック。そうなんだ、うん、はい、でそういうのをお借りしながら、場所を提供していただいて、いろんなところでマルシェはさせていただいてますね、うんうん、なんかやっぱり農業だから、例えば分かんないけど白い軽トラのイメージみたいなのがちょっとね変わったり、あ、女性も当たり前だけれど働いたり野菜の知識もしっかりあるんだっていうのは、はい、なんか発信していただくとより分かるっていうのはありますよね、うん、そうですよね。やっぱりその野菜を見て、お客さんがどんなことを考えているかみたいな、マーケティングリサーチ的なことをリアルにマルシェではすごくできるので、うんうん、私たちも勉強になっています。あとマルシェで面白いのって、はい、取った人っていうか作ってる人から食べ方を教えてもらえるの結構私は好きで、それも教えてもらったりできるもんなんですかね。もちろんです。インスタグラムの方でレシピを上げていたり、うん、このマルシェの時も必ずパンフレットをみんなで作るんですね。でパンフレットにもそこの何々農園の誰々さんのレシピみたいなものを必ず載せて、お客さんの方にお配りをしています。アスパラの美味しいレシピってありますか。アスパラはですね、新鮮なうちに味薄めで召し上がっていただければと思います。味薄めということは生アスパラの味を、生も食べれます。新鮮なアスパラは、生で食べてもすごく美味しいので、新鮮なものを手に入れた時はまず生でかじってみてください。パリッと、ポッキーみたいにパリッと、何もつけずに、何もつけずに、うん、あとは他の農家さんから、はい、こんな野菜の食べ方あるのみたいなのもありましたか。ありました、ね、その丸ごと何かをするっていうのはもちろんなんですけど、丸ごと玉ねぎを焼いてみるっていうのもそうだし、きゅうりってなかなかこう料理にできなかったりするんですけど、それを炒めて食べるとか、うんうん、きゅうりのうんちゃんみたいなすごい美味しい漬物の作り方、うんうん、そのきゅうりたくさん、うんうん、農家ってたくさんやっぱりあるので、はい、自分で作ってもたくさんあるし、うんうん、この近所の農家さんからたくさんもらったりするので、うんうん、その大量消費みたいなことがすごくレシピの重点的なところになったりするんですけれども、うんうん、この佃煮もすごいきゅうり10本あってもすぐなくなるくらいのすごい、きゅうり農家の友達に教えてもらってから毎年のように作ってますね。へー、
なんかそれいいですね、うんうん、確かに知りたくなるその、うんうんうん、作り方っていうのも、はい、あとはなんか、うんうん、あのファイターズさんとのコラボレーションをやっていたりっていうのを見たんですか。はい、そうですね、ファイターズさんともいろいろやらせていただいていて、うん、私たちの野菜をあの選手の皆さんに試合前の料理で食べていただいたりとか、あと私たちの作ったその先ほどのレシピみたいなものもホームページ上で特設サイトを作っていただいて、であの披露していただいたりもしています。うん、はい、やっぱり野菜ってあれですか、スポーツにはいいとかあるんですか。そんなその、うん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 、もちろん肉中心なんですけども、アスリートもその栄養バランスをやっぱり考えてらっしゃるので、どういったビタミンとかミネラルがどういったあのスポーツに向いてるとか、どういった動きに向いてるみたいなことを管理栄養士さんの方がすごくあの細かくやってらっしゃるんですよね。でその管理栄養士さんに私たちもあのアドバイスいただきながらレシピを作らせていただいたりしてます。やっぱりそこでね、あの栄養士さんというか、うん、その調理を担当している方とそれこそ関係を持ちながら、うん、なんか場を野菜を通してこうつながっていくっていうのはすごくリアル、はい、本当いいですね。なるほどです。言われてみるとそうですね。ね、そうですね、うん、実感しました。うん、あと今さっきちらっと見えたマルシェのところから百貨店の飲食店と、はい、うん、はい、百貨店さんでもマルシェさせていただいたときにエントランスをお借りしたんですけれども、うん、そこの上 の、 あのレストラン街のところであの売ってる野菜をそのまま使っていただいてコラボメニューを作っていただいたりもしましたね。なるほど、はい、お腹空く時間なんでありがとうございますそもそも内山さんにとって農業、まあ、最初はね農業に関わるきっかけっていうのは本当に旦那さんが就農するっていうところだとは思うんですけども、はい、今考えてみると農業の魅力っていうのはどうですかね。うん、なんか私あんまり関係人口とか農業とかってすごく考え込んだことがなくて、うん、今回いろいろ実は考えたんですけれども、うんうん、その自然の中でできるとか時間とか、うんうん、あとは人間関係の縛りが少ないとか、あとは人によってねいろいろあると思うんですけど、私ちょっと違ってて農業の最大の魅力って全国各地の人とかさらに非常にいろんな業種の方と出会うことができる、そしてその人たちとすごい深く関わることができるってことだなと思ってて、で自分のお客さんももちろんそうだし、うんうん、こうやって今回猪熊さんとかとねいろんなお仕事をさせていただいていても、いやなんか普段生活してて会えるような人じゃないしみたいなところがすごいあってありがたいなと思っていますいや、うん、でもやっぱりそれもなんだろう、野菜を通して多分私は内山さん、うんうん、というかアスパラを見ると内山さんが出てきそうな気がしてるんですけど、はい、なんかそういうのって面白いですよね、うん、なんか口だけじゃなくて、うん、野菜でその人を思い出させる人たちが増えてくる、そうですよね、人とか作ってる人とか作ってる場所みたいなところがすごいフォーカスされる商品って他にこんなに他にないんじゃないかなってやっぱ思いますね、うんうん、今ですね、はい、あのチャットの方でもあの質問が来てるんですけども、受付は40分頃までになってるので、はい、まだまだ話続きますが、気になることあればぜひともチャットから質問送信してみてください。で今まで関係人口もねあの考えたことがなかったっていう話もありましたけど、でもやっぱりリンクでの活動っていうのはなんか関係人口っていうか関わり人口がこう増えていく感じがすごく、あ、増えてると思います。ね、ありますけど、はい、例えばさっきのマルシェでも札幌でマルシェをすれば一度にお客さんっていろんな地域のいろんな野菜を買うじゃないですか。なんか今回もその滝川だったり、まあ、美唄もそうですけど十勝の方とかいろんなところからこう野菜が集まってくるのですごい喜ばれるんですよね。でお客さんと話をしていても、うんうん、この産地は自分の出身地なのよとか、この間そこの地域の直売所行ったわとかレストラン行ったわとか、あとこんな新しい野菜ここで買ったのよとか、で逆にこの野菜こうやって食べると美味しいのよみたいなことを教えてくださったりするんですよね。なんでなんだろう、農家への親近感が、うん、あの地域への親近感となんか重なっているような気がすごいしますね、マルシェなんてするとね、うんうんうん、そうか、あとはやっぱりこうリンクスでつながっている人たちとこうつながってから関係を持ってから変わったこととかっていうのはありますか。そうですね、女性の農業者の方がすごい活躍しやすくなったというか、うん、普通に仕事がしやすくなったというか、もう本当普通でいいんですけども、うん、あのちょっと今まで普通に仕事が
できにくい状況もあったりしたんですが、他の農業者の方へのエールに私たちの活動がなればいいなっていうのもすごくあって、うん、で女性の農業者が積極的にこう活動することに対してためらいとか否定的な考えが少しでもなくなっていけばいいなって思いますね。でその活動にもうこういろんな方法があるってことを、かつて私がね悩んでいた時のような女性農業者の方に知ってもらって、でその活動の後押しになればいいなと思うんですよね。でなぜならさまざまな活動をして、で農園とか地域をこう活性化していける人材が増えれば増えるほど、まあ、その地域の関係人口ってやっぱ増えていくものなので、うん、いろんな意味で活性化の役に立つと思うんですよね、うんうん、なんかそれで言うとリンクスは女性って枕言葉がつくけども、はい、結果農業全体のこう活性化というか、そうですね、なんか目指すところはもう全てこうボトムアップしていくといいねって言いながら、うんうん、自分たちがどうこうっていうよりも農業界全体が良くなるといいねっていう考えで、うんうんうん、はい、みんな動いてると思います。そうですね。それでいうとやっぱり農業者自身もご自身もそうかもしれませんけど、やっぱり消費者っていうか食べる側もやっぱりそこの知識っていうのは、うんうん、あの一緒に学ばせてもらいながら、うんうんうん、あのなんだろう、場合によっては農家さんを応援できたりもするだろうし、うんうんうん、そういったことと私たちがリンクしやすくなる場所がリンクスなのかなとも思ったりするんですけど、だと嬉しいですね。なんかこう、ね、実際に地域に移住とかをしたり、うん、農業を始めるっていうことはなかなか現実的にね非常にハードルが高いので、うん、移住して愛する地域の地域おこしをするとかってなかなか並大抵のことではないし、うん、誰もができることではないので、うん、こうさまざまなうまく作用していかないとなかなかそれはうまくいかないと思うんですけど、でも私が美唄にいながら美唄以外に住んでいる人たちとこう関わりをたくさん持てたってことは、また逆に SNS とかを使えばその美唄に住んでなくても美唄に関わることも簡単にできるってことだと思うので、今いろんなツールがすごい発達して、その場にいなくてもその地のことをこう知ることができて、うんうん、でそれによって訪れるきっかけみたいなものになったり、例えばこうふるさと納税で、をするきっかけになったり、でもしかしたら移住するきっかけになったり、うん、なんかきっかけにいろんなことのきっかけになるのが農業かなみたいな感じで思ってます。うん、なんかそれで言うとやっぱり新しい世代にもなりつつ、その前の世代がやってきたことの功績もあるような気がしてて、はいはい、それは内山農園さんでいうとやっぱり顧客さんへのお手紙だったりとか、はい、なんかそれがファックスでつながり続けてたりっていうこともあるのかなと思うんですけど、うんうんうん、そうですね、そのつながりで言うと、うん、毎年お客さんリピーターさんがいらっしゃって、でお会いしたこともないお客様がまあ、たくさん、もちろんほぼほぼほとんどそうなんですけれども、で毎年やっぱりリピートで注文してくださるんですよね、うん、であのファックスの文字ですとかお電話の声とかメールの文面でこうなんか勝手に人柄を想像しちゃってでなんか親戚みたいな親近感が湧いて来たりするのもなんかこの仕事ならではだと思いますし、あの父の代からずっと買ってくださってたお客様が、うんうん、そのお子さんにずっとアスパラを送ってて、でそのお子さんも一緒にまたアスパラを買ってくださって、でいろんなお客さんにあの発送してくださったりとか、その世代を超えてつながって、うんうんうん、はい、くださるのもすごく嬉しいなと思います。うん、うん、なるほどです、はい、なんか、うん、なんだろうな、やっぱり勝手に私が農家さんだったらこの人に食べてほしいっていう思いで作るのと作らないのって全然違うような気がするので、それは土壌をもっとこうしようとか、水をこうやっぱりいいものを、水がきれいな方がいいから環境のことをやっぱ考えたいとか、なんかその人との関わりをきっかけにこう地域全体だったり環境問題全体だったり農家自体のこと全体を考えられるきっかけもその関係があってかならではなのかなって今お話聞いて思いました。うん、あとあれだ、あの内山農園さんなんだっけ、収穫体験とかもできちゃうんですもんね。あ、そうなんです、収穫体験を、この写真ですね、うんうん、今あの、ね、コロナの対策で今はあのお休みしてるんですけれども、うんうん、あの首都圏を中心に全国各地から収穫体験に来ていただいていて、であの農園までアスパラを買いに来てくれたりね、
その体験に来てくれるお客様も、うんうん、来る前に周辺の地域とかビバイのことをそこを調べてくださってて、うん、で地元の商店でお土産を買ってったり、あと飲食店でお食事なさったり、なんか地域のことで新しい発見とか新しい出会いを持って帰ってくれるっていうことがなんかすごく嬉しいなって思いますね、うん、はい、やっぱりリンクスのメンバーのさんの中にもやっぱり収穫体験とか、はい、あと修学旅行の受け入れとかもやってる方っていらっしゃいます、たくさん、はい、なんか本州から多くの農業体験を受けて受け入れているのももちろんそうだし、あと自分のところで、うん、隣に一軒家を借りてそこで農家民泊をしているとか、あとは企業のなんか研修に農園を使ってもらったりとか、うん、すごいインターンシップをたくさん取り入れたりとかっていう、ことをやってるメンバーがすごくたくさんいます、うんうん、やっぱりそこもリアルなこう関係性を持てるし、やっぱ思い出もついてくるし、それでずっとね、味覚としても今日記憶にも残ってるから、すごくそうですよね、なんかいいですよね、農業って結構日々の食事とかというそういう日常のところもそうですし、旅とか体験みたいなその非日常みたいなところにもすごい溶け込みやすいんじゃないかなって思うんですよね。なんでその収穫体験っていうものからいろんなきっかけでこう地域を知ったり、地域のいろんなことを知って親近感を持っていただいたりっていうのはすごい嬉しいですね。そうですよね、はい、そうか、なるほど、うんうんうん、あとはあれですか、リンクスの中でやっぱり約10年前に作られて、はい、こう10年前と今と大きく違うことって何ですかね。大きく違うことはちょっとさっきも言ったんですけど、その女性の業者が普通にこう、うん、いろんなことを言えるとか活動できる、あとはその本当に SNS がねだいぶいろんなところで活発になってきているので、自分たちの情報をすごく発信しやすくなったので、うんうん、その SNS をやってる子も増えたんじゃないかなって思います。なるほどです。はい、じゃあ次は内山さんのちょっとこれからについても少し聞きたいなと思うんですけども、はい、チャレンジしたいこととかリンクスが考えていることっていうのはあったりしますか。はい、リンクスではですね、今年10周年にちょうどなるので、うん、で今までは実際に交流会で会って話すっていうのを重きに置いてたんですね、うん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 、やっぱ1年間会えないんで寂しくて冬は会いたいよねみたいなのがあったんですけど、ちょっとコロナ禍でねオンラインにするしかなくて、でオンラインにすると、うんうん、あ実はオンラインやりやすいじゃんって話になって、やっぱ遠く離れてるから集まるのも実は大変だったし、オンラインでね集まって、で結構みんなの顔がパパパパって見えるので、なんかちょっと嬉しくなるというかほっとするんですよね。なんでもうちょっと今までよりも頻繁にオンラインでつながって活動しようっていう話と、あとはメンバーの生産しているものを買える場所とか、あとはサイトを整備しようと思ってるんですよね。で自分たちが自分たちの自信を持って推薦できる農業者と作物を消費者の方にも知っていただけたら嬉しいなっていうのもありますし、あとは地域おこしに重点を置いて活動してる人たちもすごく多いので、その情報を共有させてもらって、自分たちもちょっと地域おこしをできるようになりたいなみたいなことはすごい思います。うん、なんかオンラインの写真もありましたけども、はい、なんかね、オンラインならではで今食べてる野菜はこれよみたいな感じとかもできそうですね。この間は牧場の子にオンラインでつなげてもらって、その牛舎をいろいろ見せてもらって、うん、はい、勉強させてもらったりもしてます。うん、あと漁業者の方とのつながりもあるんですか。はい、そうですね、この間勉強会の時に、うん、その女性の漁業者の方にいろいろお話をお聞きしたり、その漁業関係の方といろいろつないでいらっしゃる方に、うん、その漁業の流通について勉強をさせてもらって、私農業の流通は分かるけど、うん、漁業の流通全く分かんないよねって話から、うん、まあ、自分たちの知識を広めるのもそうだし、新たな流通なんかできるかなみたいなのもあって、うん、いろんなことも学ばせてもらったりもしてます。うんうん、はい、例えば、うん、まあ、私たちは消費者だったり、まあ、食べる側としては、うん、例えば、うん、なんだろう、個人的な興味としてはフードロスであったりとか、やっぱりこう取れすぎてしまってるお野菜とかっていうのは、私たちはこう買うことでサポートできないのかとか、なんかそういったことっていうのも今後なんかアクセスできたらすごくいいなとは思うんですけど。そうですよね、まあ、それも解決したいな、うん、ただやっぱコロナで野菜を破棄した人とかもやっぱいたので、
そこをなんとかしていくのにいろんなつながり、またねそのリンクスのつながりからまだちょっと形にはなってないんですけど、うんうん、模索はちょうどしてるところですね、うんうん、はい、じゃあ実際に売り場をこう教え合ったりってところがその作り、うんうん、あのなんだろうな、流通が止まってしまった部分を違うところに持ってったりってことはあったんですか、うんうんとね、今回はちょっとで間に合わなくてできなかったんですけれども、うん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 、今度の時来期の、あの生産の時からあの、うんうん、この元リンクスだったメンバーが会社でそういうあのフードロスにならないように野菜を集めることができるよってことを教えてくれたので、ちょっとその人を通して、うん、あの使えなかった野菜とかあの発揮しなきゃいけない野菜とか、あとは規格外のものを、うんうんうん、全くこうなんだろう、ウィンウィンの形っていうんですかね、うん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 、その互いがいい形でロスにならないような方法を考えようねみたいな話がつい、うんうん、つい今年入ってからですね、つい1週間、2週間前に始まりそうなので、うんうん、もう積極的にやっていけたらいいなと思います、うんうん、なるほどです、うん、それもやっぱりリンクスのつながりでできたものですね、うんうん、なるほど、はい、あとはね加工したりっていうこともやっぱ加工できる場所だ、情報であったりとか、うんうん、そうですね、ね、加工をやってる人があのどうやって加工のこと考えたらいいのってメンバーに相談しに行ったりもしてます、うん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 、なるほどです、はい、ありがとうございます。それではですね、あのお話の間に結構質問もいただいてまして、ご紹介させていただきたいと思うんですけども、はい、ジャムさん、心の準備はいいですか？はい、わかりました。はい、じゃあ一つ目です。会社勤めと農家の仕事、子育てしながら働きやすいのはどちらとだと思いますか？うん、なるほど、これはきっと農家だと思います。うん、え、そうなんですか？なぜですか？なぜですか？すごく気になっちゃった。いやそこそこの家とかにはよるとは思うんですけど、うんうん、農業のやってる方が何だろう、自分で計画を立てて動くので、あの急に子供が休んだ時も、うんうん、対応しやすいですよね多分、うんうん、で会社勤めだと子供を休んだ時も私休みますって言うと休みにくかったり、でそこで何、だろう、すごい皆さん辛い思いをしてらっしゃる話を聞くと、多分農業の方がいいんじゃないかな。夫にもうちょっと頑張ってもらえば今日休んでも大丈夫みたいなのがあったり、うんうんうん、まあ、するんじゃないかなと思うのと、あとはいろんなものを見せてあげられるのもいいんだろうなって思いますね。その土とか農作物っていうのを見せてあげられるのもいいことだし、うち子供たちアスファルトなかなか長い時間歩けないんですよ、砂利とか土の上はすごい走り回るのに、街に買い物行くともう30分も歩いたらかかと痛い、もうやだ帰るみたいな感じになったりしていて、まあ、それがいいのか悪いのかちょっと分かんないんですけど、ちょっとその体を作るっていう意味でも、なんか農家というか田舎に住んでるのはすごくいいんじゃないかなって思います。ただその、うん、育てる上で田舎すぎていろんなものがなさすぎるのも結構実は辛くって、例えば、うんうん、インターネットの通信がないので、うん、通信教材が受けられないとか、親が住めて送迎をしなきゃいけないので習い事にも行けないとか、うん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 、いうのはあるので、その会社勤めか農家っていうことと、あとは都会に住むか田舎に住むかっていうことでまたちょっとこういろいろクロスして変わってくるのかなとは思います。うん、なんかあれですね、息子さん娘さんの話聞くと体感がこうあるんですね、なんかしっかりと。そうだと思いますね、2人ともあの、ね、スポーツとかはやっててなかなか、はい、頑張っているのでそうなんだ、はい、なんかあ内山さんの旦那さんのブログを見るとね、はい、息子さんとか娘さんもちらちらっと出てきて、はい、こうそうですね、内山家がちょっと見えたりしても面白かったので、はい、皆さん興味があればそちらも、はい、そして2つ目です、はい、この冬ですね、寒い季節に食べるおすすめの野菜はありますか？どちらにお住まいの方なんでしょうか？どちらなんでしょうか？札幌かな？どうなんだ？多分その野菜って旬が一番いい時期なんですよ。あのハウスで作ったりその時期をずらして作るよりもそもそもの時期に取れるものを食べるっていうのが多分栄養価も一番いいし、その余計に加温したり冷やしたりもしていないので、なんだろう、環境の負荷も少ないみたいなところが多分あると思うので、今取れてるもの、
冬に旬のものを積極的に召し上がっていただけると、うん、栄養価も高くていいんじゃないかなと思います。冬に取れてるってなると今だったら何でしょうね、もう越冬キャベツ出てますかね、 あとチヂミほうれん草とか、もう少ししたら多分小松菜とかが出てくる、 あと根菜類もまだいけますよね。そうですね、うん、ありましたね、はい、体の温まるものを食べるっていうのはやっぱり、ね、寒い時に取れるもので体を温めようっていうそもそものことがあると思うので、わざわざ輸入したものとか、うん、食べなくていいかなと思います。自分の近くにある野菜を、うん、近くで採れてる、うん、地域で採れてる野菜を食べた、そうですね、多分、うんうんうん、その体を温めるものが冬にはできているはずなので、うん、なるほど、はい、夏はその逆ってことですね。そうですね、体を冷やすというか、うん、熱がこもらない野菜、その葉物とかね、トマトとかね、うんうん、そういうものを召し上がっていただくのが多分一番いいはず、うん、あとですね、はい、あ、内山さん、顔面共有、共有をオフにしてもらってもいいですか？あ、すみません、失礼しました。はい、はい、大丈夫ですよ、はい、そして3つ目です、はい、内山さんの話を聞いて、ビバイを超えて道内各地につながりを作っていく内山さんの勇気と行動力に感銘を受けました。あ、なんと、ありがとうございます。ここまで頑張れる原動力があればお聞きしたいです。原動力なんでしょうね。なんかその女性農業者が普通に言いたいことを言えるというか、普通に生きていける環境が欲しかったのはすごいあって、でもそれって実はその前の私たちよりも一代上の女性の農業者の先輩方がすごくこう道を作ってくださっていたので、そこもにも応えていきたいなっていうのがすごくあったかなと思いますね。あとそのなんだろう、自分のできることが何かっていうのを実はまだ今探しているような状態もあって、でそうですね、なんでしょうね、意地みたいなものあるのかなと思いますけど、やっぱそのリンクスの存在がすごく私には大きいので、みんなその、ね、女性の農業者としてしっかりこうやっていきたいっていう気持ちと、まあ、自分のその気持ちも一緒になって、なんだろう、農業界を少しでも良くしていけたらいいなみたいなところはあります、うんうん、はいはい、悩みながらですけど、悩みながら、はい、あともう一つです、はい、とリンクスでの活動を通してさまざまな地域との関わりがあると思いますが、はい、内山さんが今気になっている地域はありますか？今気になっている地域は自分の地域です。ビバイが、はい、今は一番気になっていて、気になっていてっていうのは、うん、やっぱ何とかしたいみたいなところもありますね。過疎がすごい進んでいて、うん、本当にこのまま私ここ老後住んでいけるんだろうかっていうことをこう真剣に考え出すと、あ、ちょっと大丈夫かなみたいなところがあったりするんですけど、だけどその、うん、なんだろう、自分の地域に人が移住してくればいいとかじゃなくて、もうそれこそ関係人口をすごくなんだろう、増やしていけたらいいんだろうなっていうのがあって、でさっきうちの写真もね何個かお見せしましたけど、そうするとこうちょっとビバイっていう地域のイメージがつきましたでしょうかって思うんですけど、うんうんうん、なんか購入する側は北海道とかビバイとかアスパラっていう言葉でうちの、 パソコンとかでねうちの農園を見つけてくれて、で購入してくれる人が多くて、でうちの生産物はこの地域で栽培しているよってことがもはや価値みたいになってると思うんですよね、うんうんうん、そういったなんか関係してくれる人からのビバイなり内山なりアスパラなりの視点とか評価みたいなものを通して、こう客観的になんか自分の地域の良さとか強みとかをこう自分で感じ取って、で実際ここに住む人たち、まあ、自分もそうですけどのこうなんだろう、武器みたいなものになんかしていけるんじゃないかなって思ってて、で外からこう関係してくれる人たちがこの地域の価値にこう なんだろう、意味与えてくれるみたいな感じだと思うんですよね、うんうん、なんでこうビバイの関係人口が増えることは、まあ、よりこうなんか多面的にっていうか、 なんか地域を研究するための材料みたいになると思うんですよね。でそれと同時に、うん、なんかここに住んでる私たちビバイ市民にとってもなんかその課題とかあるいは地震とかいろんなことを見せてくれるっていう副産物をもたらしてくれるんじゃないかなと思って、ビバイ推しでとてもいい街なので一度お越しください。
やっぱりあれですね、第三者が入ることによって自分の地域を改めて価値評価できるかもしれないっていうのが関係人口の面白いところかもしれないですね、うん、はい、そうだと思います、うん、ありがとうございます。はい、それではですね、これまでの内山さんのお話を通して改めて質問させていただきたいと思います。農業と関わりたい、興味を持ったという方ははいを、まだわからないわという方はいいえをお願いします。結果は出るでしょうか。お、すごい、 100% になりました。よかった、ありがとう。まあまあ、私も最初全然興味なかったんで指標がそちらに、ね、いらっしゃいました、ね、びっくりはい、ありがとうございます。今回第5回目のゲストとして内山さんには素敵なお話、本当にたくさん伺ってまいりましたが、改めて大事なポイントを今日のレシピとしてご紹介できればと思います。内山さん、レシピ出していただけますか。はい、はい、農業は地域を知るための入り口、深くつながり、はい、深く味わってとありますが、はい、はい、これまでお話しさせていただきましたように、農業ってこう生産物を通して地域を知るってことに対してすごい大きな可能性を持っているって思うんですよね、うん、なんで、あの農業ってその地域の土地の恵みをいただいているものだとなんですよ、なんですよというかだと思いまして、その土地ごとの土、土質みたいな、土壌みたいなものがダイレクトにその野菜の味に作用してくるし、そこの地域に降る雨とか、そこに吹く風とか気温なんかも、そこのその野菜の味を形成してくれる重要なものだと思うんですよね。で、その自然の恵みというか地域の恵みを多くの人に届けるにあたり、私がそこにどういう地域なのかっていうことをしっかり伝えていって、でその地域をこう想像してもらいながら、いつかここの地に実際訪れたいって思えるような、なんか期待感なものようなものも生産物と一緒に届けることができるようになるといいなって思ってます。だから皆さんもきっと気になる地域のお米とか野菜を口にすることで、より地域に対して興味とか、あと親近感みたいなものを持ってもらえたり、逆になんか美味しいって感じたもの、これどこで作ってるんだろうって気にして、でそこからなんか出会ったことのない新しい地域を知ってつながってもらえたらすごく嬉しいですし、で何より生産者とか地方に住む人間自身がそこを意識しっかりして、で動いていくことで、また新しい出会いとか可能性が広がっていくんじゃないかなと思い、この言葉とさせていただきました。ありがとうございます。今日も本当にたくさん質問をいただいてたので、何かそういった思いなんかも、うん、内山さんもホームページありますし、なんか直接つな、うん、ね、なんかわかんないけど会う機会があればその場で、はい、なんか聞くことでなんかお互いを知れるといいですよね、うん、とっても、はい、皆さんいかがだったでしょうか。内山さんの農業への思いや仲間づくり、働き方などお聞きして憧れを持った方もいらっしゃると思います。本日ご参加いただいた皆さんも、今日からビバイ、そして農業の関係人口ですよ内山さん、これからも北海道が元気になるようにますます頑張ってください。はい、ありがとうございます。北海道若手女性農業者集団リンクス代表の内山かなさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。最後に、地域とつながる秘密キッチンのサイトでは、道内各地域のつながる、関わる取り組みを紹介しています。まず一つ目です。1月27日水曜日に開催する北海道チャレンジピッチ in 道北です。意欲的に地域づくりにチャレンジしている方々の業種や地域を超えたネットワークづくりに向けた取り組みを紹介しています。オンライン開催となっています。詳細はホームページでご確認ください。2つ目です。鹿部町の鹿部完結線ワクワクさんでのご案内です。月替わりで鮮魚の販売や特産品を用いたオリジナルメニューなどの試食を行い、鹿部町を紹介するイベントになります。道の駅鹿部完結線公園で毎月第4日曜日に開催されています。3つ目です。第7回北海道とつながるオンラインのご案内です。第7回は白老町に移住したお二人からお話を伺います。
また6回目までの開催分はホームページから見ることもできますので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回開催のご案内です。次回6回目は2月7日日曜日、4時から5時、16時から17時の開催になります。北海道の関係人口を考えるというテーマで、ゲストスピーカーは厚真町在住で株式会社 A0 厚真の花屋正隆さんです。司会は江戸財団団長の成田智也さんでお送りさせていただきます。なお、Zoom 参加者の方々には終了後アンケートのご案内画面が表示されますので、ご協力をお願いいたします。ぜひ、秘密キッチン第6回目もご参加お待ちしております。本日はありがとうございました。